皆さんこんにちは。おにぎりくんの日本語発音教室へようこそ。今日は中島美嘉さんの僕が死のうと思ったのはを一緒に歌いましょう。歌詞に以下のマークをつけました。歌う時の参考になれば幸いです。僕が死のうと思ったのは、海猫が桟橋で泣いたから。波の間に今に浮かんで消える、過去もついばんで飛んでゆけ。僕が死のうと思ったのは、誕生日に杏子の花が咲いたから。その子漏れ日でうたた寝したら、虫の死骸と土になれるかな。八日目漁港の灯台、錆びたアーチ橋、捨てた自転車、木造の駅のストーブの前で、どこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、わかってるわかってるけれど、僕が死のうと思う。
界に少し期待するよ。この曲、僕が死のうと思ったのは、は皆さんがご存知の通り、海外でもとても人気があります。実は、私は中国人の生徒さんに教えてもらって、初めて聞きました。タイトルを見たとき、とてもネガティブな曲なのかと思い、驚きましたが、曲を聴き、歌詞をよく読むと、そうではありませんでした。日頃から頑張りすぎている人や、生活に少し疲れている人へのメッセージソングであるような気がしました。誰でも、ふとした瞬間、ほんの些細なことがきっかけで、死を考えることがあるかもしれません。そんな時は、少し休憩して、もう少しリラックスして物事を考えてもいいんだよ、と、そんなメッセージが私には伝わってきました。曲のレビューを見ると、この曲を聴いてたくさんの人が励まされたとコメントしていました。音楽の持つ大きな力ですね。では、歌詞の中の単語をいくつか勉強しましょう。桟橋、貨物の積み下ろし、先客の乗降のために水上に突き出した足場のこと。ついばむ、鳥がくちばしで物をつついて食べること。木漏れ日、木の枝や葉っぱの隙間から日の光がこぼれる様子。うたた寝、寝るつもりはないのについ寝てしまうこと。靴ひも、靴が脱げないように結ぶためのひも。鳥かご、鳥を飼うために用いるかご。戦う、勝負を争うこと。どうせ、諦めの気持ちを示す、所詮。見にくい、見ていて嫌な感じがすること。見苦しいもの。ぬくもり、温かみ。それではもう一度曲を聴きながら復習してくださいね。死のうと思ったのは、海猫が桟橋で泣いたから。波の間に間に浮かんで消える、過去もついばんで飛んでゆけ。僕が死のうと思ったのは、誕生日に杏の花
が咲いたから、その木漏れ日でうたた寝したら、虫の死骸と土になれるかな。八日目漁港の灯台、錆びた地魚、捨てた自転車、木造の駅のストーブの前で、どこにも旅立てない心、今日はまるで昨日みたいだ、明日を変えるなら今日変えなきゃ、分かってる分かってるけれど、僕が死のうと思ったのは心が空っぽになったから、満たされないと泣いているのは、きっと満たされたいと願うから。世界に少し期待するよ。